はい、秋さんです。今日はベトナムに来て5日目の朝を迎えています。VBN 通り本当すごかったです。この路上クラブ、日本にも作ったら面白いなと思いますけどね。朝食はホーチミンの街が一望できる屋上レストランになります。もうこのホテル最高、もうリピート決定です。もうなんせこの景色見てください。もうその辺の宿だとだいたい1階とか地下で食事するんですけど、ここは8階かな。だから景色もいいし、涼しい風も吹いていて、とてもいいひとときを過ごせました。食後に日本の友達がココナッツジュース美味しいところあるから送るねって、そう言われたと思ったらホテルにジュースが届きました。ベトナムはバイクが多いっていうのは知っていたんですけど、このバイクの使い方がうまいっていうのを知りました。デリバリーもそうだし、グラブタクシーもそう。やっぱバイク大国ならではのサービスですね。グラブタクシーに乗ってランドマーク81に行ってきました。ベトナムかつ東南アジアでは最高層となるビルと言われているんですが、今2023年ではなんか違うような感じで書いてありましたね。展望台に入る入場料が結構高いと書いてあったので、私は裏技でその同じ展望台ではないんですけど、同じような場所にある展望台に行ってきました。その方法とは、このビルの中に入っているホテルがあるんですけど、そのホテルのカフェを利用するということです。ドリンク一杯頼めばこのような展望台に行くことができるんです。皆さん調べて行ってみてください。お昼はベンタン市場の中でバインカンクアをいただきました。ベトナム北部の名物とされているカニだしスープに米粉とタピオカの粉を混ぜたもちもち食感の麺で、これは今回一番美味しかったと思いますね。カニもたくさん入っているし、もうこの麺、これは日本では多分絶対に味わえないですね。ベトナムに来なければ食べれない麺です。これは絶対におすすめです。最後はベトナム経済を象徴するランドマークタワー、ビテクスコタワーに行ってきました。で、こちらのタワーがすごいっていうことよりも、この隣にある市場通りっていうのかな、そこがすごかったです。このギャップは皆さん絶対に行ってください。まあ動画にはちょっと撮らなかったんですけど、もう歩けばすぐに分かります。このギャップ感、近代的なビルと昔ながらの市場通り、もうこれは結構楽しいと思いますよ。夕食はもう疲れていたので、空港で食べればいいやと思って空港に行きました。そうしたら夜なのであまり食べるところがなくて、バーガーキングに入ったんですけど、ハンバーガーとドリンクでなんと2000円、今回の旅で一番高い料理でしたね。まさかのハンバーガーとドリンクで2000円です。これには参りました。ベトジェットの機内食結構安いんですよね。これ初めに見ておけばよかったかなと思いました。バーガーキング恐るべし、キングバーガーでした。最後にいい思い出ができました。深夜便なので、3列独占して寝ながら帰りました。
トナム最高でした。今度はダナンとかフーコック行ってみたいと思います。